ここが二人の女神を導く場所。ジェネシスは世界を崩壊させるために必ずクエストを終わらせると言っていた。やっぱりあいつとは直接。一度町に戻ろう。みんなに話をしておく必要がある。食べることができます。いいの？やったね。くー、いい子だなプレミアちゃん。そんなクッキー一つで。でもこういった細かいところにも性格って出るものだと思うよ。もともとは性格の設定すらなかったわけですから、これはきっと皆さんに影響されたんですね。影響か。食欲が旺盛なのは誰の影響か考えるまでもないよな。間違いなくお前だろ。それよりも行くのか、祈りの神殿によ。ああ、その神殿がプレミアちゃんのクエストの最後の場所なんだよね。祈りの神殿。そこで二人の女神が祈りを捧げると、この世界にアインクラッドが創生されてしまう。ジェネシスは二人の女神に祈りを捧げさせて世界の崩壊を起こそうとしている。あいつはそこで俺が来るのを待っているはずだ。でもわざわざジェネシスが来る場所に行くなんて危険すぎるよ。話をして通じるような相手じゃないのは分かっているわよね。もちろん分かってるけど、このまま黙っていたとしてもあいつは必ずプレミアを奪いにやってくる。だったらみんなで守ろうよ。私たちが集まればいくら強いジェネシスでも。いや、仮にみんなでジェネシスを倒したとしてもきっとあいつは何とも思わない。普通に死に戻りしてまたプレミアを狙ってくるだけだ。だからあいつは俺一人で倒す。俺が決着をつけてくるよ。それだけじゃなくて、みんながジェネシスに傷つけられるのも見たくないんだよね。大丈夫、きっと勝つって信じてるもん。止めたって絶対に行っちゃうよね。だったら私たちは君を精一杯支える。アスナ。だから
絶対に守ろうね、プレミアちゃんとこの世界を。ああ、必ずだ。あら、一人でお出かけ？適当に散歩中だよ。もし暇ならまたあのカフェでケーキでも食べないか？それってデートのお誘い？いやデートとかじゃなくて、あ、すまん。単純にケーキが食べたいんでしょ？はいはい、分かってますよ。私は特に用もないし、付き合ってあげるわ。それじゃあ行こうぜ。そういえばリヒター、新川くんだけどね。あ、大丈夫だったのか？うん、本人もどうかしていたって反省していたわ。けどこのゲームは一旦やめるみたい。そうか。リアルの勉強が忙しくなってきたって話していたし、だからこれからは時折勉強の息抜きとして話をする時間を設けようってことになったわ。私もできるなら友達でいたいから。まだ気になるところはあるが。それじゃああいつも根が悪いやつじゃないんだろうな、シノン。うん、ね、今回のことはありがとう。なんだよ、改まって。だってこれまで私の過去のことを知った人は明らかに私を見る目が変わって距離を置くようになったんだもの。だからみんなに知られた時はもう二度と一緒に過ごせないって思った。ログインしていない間、一人家に閉じこもって大泣きしていたのよ。意外と泣き虫だな、シノンは。
知らなかったでしょ。でもこうしてみんなとまた一緒に過ごせるようになったのはあんたのおかげだから、ありがとう。俺もシノンとあれっきりなんて絶対に嫌だったからさ、離れ…ほんとそういうセリフをさらっと言っちゃうわよね。けど本当のことだし。それにしてもみんなは私のこと怖いって思わないのかしらね。誰も思ってないだろ。むしろ守ってあげなきゃってみんな必死だったんだぞ。そっか、みんなにも私が弱いって知られちゃったわけね。そのおかげで今まで以上に仲良くなれるはずだけどな。みんなへの隔たりを作っていたのは私だったんだものね。まだ私はあの事件をどう受け止めていけばいいか分かってない。今も銃の写真を見ただけであの時のことがフラッシュバックする。それでもみんなが背中を押してくれるから前に進んでいくことができる。ああ、一歩ずつでいいから進んでいこうぜ。あれ、カフェにいるのってアスナたちじゃないか。あ、シノン。やっほー、二人とも。ねえ、よかったら一緒におしゃべりしない？来てよ来てよ、みんなで話をするの楽しいよ。せっかくだし、みんなと一緒にケーキを食おうぜ。いいの？そんなこと言っちゃって。何が？みんなにケーキをおごらなくちゃいけなくなるわよ。俺のおごり？さあ早く。でもおごりだろ。ほらほら、ぶつくさ言ってないで覚悟を決める。おい、手を引っ張るなって。行きましょう、私たちの仲間のところに。しょうがないな。行こうぜシノン。シノンがみんなと一緒に笑えるようになって本当によかった。俺たちには支え合える仲間がいる。この先誰かが思い悩み苦しむことがあっても俺たち。いや、シリカ、今日は店の方はお休みか？はい、ちょっとお店の看板を作るクエストをやろうと思いまして。看板？ああ、前に少し話していたよな。はい、リズさんのお店のような立派なのじゃなくて木製のが作れるっていうものですけど、やっぱり看板ってお店の顔になるじゃないですか。確かにリアルでもそれだけでお店の雰囲気だったり思いが伝わったりするもんな。はい、なので自分も
作ろうかと。看板か。なあシェリカ、俺もそのクエストに同行させてもらってもいいか。え、いいんですか。むしろその方が嬉しいというか、なんというか。それからリズも一緒に誘いたいんだけど。リズさんもですか。もちろん構いませんけど、そもそも一人でも問題ないくらいの難易度だとは思うんですが。ちょっとそのクエストに用があってさ。それにみんなでやった方がクエストは楽しいだろ。それもそうですね。じゃあリズさんも誘って看板作りクエストをやりましょう。これで素材は全て集まりました。一人でやるとなると地味に大変なクエストだったわね。はい、手伝ってもらって助かりました。あとはこの素材を大工好きのおじさん NPC に渡せば好きなデザインの看板を作ってもらえるんです。どんなものにするかは決まっているの？ピナが店長なので、ピナが肉まんを食べている絵にしようと思っています。へえ、ピナの看板でお客さんが増やせるか店長の腕の見せどころよ。さあ、それじゃあ早速町に戻って。あ、悪いんだけど看板もう一つ分だけ素材集めに付き合ってくれないか。もう一つ分？なんでよ、ひょっとしてあんたも店を持つつもり？いやいや、俺じゃなくてリズの分だよ。私の分？でもうちにはもうあるのに。リズにはきっと余計なお世話だと思うんだけど、あの立派な看板はまだ出番じゃないと思うんだ。きっとリズは SAO や ALO を経ているからこそ、客からの期待と信頼を重く感じてしまっている。でもさ、ここはオリジンでまだ始まって間もないゲームだ。自分の気持ちと技術の差がまだ埋まってない状態とも言える。リズだってビギナーなんだから、気負いしないで一歩ずつ進んでいこう。長年あんたの武器をメンテしてきた私にずいぶんビシッと言ってくれるじゃない。あ、ごめん、偉そうなこと言える立場じゃないけどさ。冗談よ。はあ、私もビギナーか。リズさん、ビギナーって言われると悔しいけど、その通りだし、気負いしているのもきっと図星。背伸びしすぎていたかもしれないわね。ビギナーなんだからコツコツやらないと。リズさん、看板作りを手伝います。一緒に素材を集めましょう。うん、じゃあ頼んでいいかな。ああ、みんなでやろうぜ。ナイスシリカ、いい戦いぶりだな。さあ、もっと集めないと。私頑張ってるな、シリカ。私、あの子に余計な心配かけてたみたいね。この前も自分はリズに何かしてやれないかって話していたよ。まったく、できた妹ね。シリカはリズのことが好きなんだな。なんかくすぐったいわよ、そんなこと言われると。シリカ、行ってみよう。こんな私もリズさんの力になりたい。だからこのくらいじゃやられたりしないんだから。
か、いい戦いっぷりだったわよ。今のでちょうどリズの分の素材が集まったんじゃないか。本当ですか？やりました。シリカの活躍で明らかに素材集めのペースが上がったわよね。ひるまずに攻め続けたのは圧巻の一言だったよ。まあパンツ丸見えだったけど。見てない。応援で必死だったし。見てるわね、これは。隠す余裕がなかったんですけど、それって私のために一生懸命戦ってくれたからでしょ。だからありがとう、シリカ。さてと、それじゃ看板を作り直して心も新たに真相回転といきますか。ビギナーなんだから、わからないことがあったら教えてよね。はい、一緒に頑張りましょう。リズが元気になってよかった。シリカがリズのことを本当に好きだから元気づけられたんだろうな。ここまで来たからシリカの店を覗いてみるかな。よう、シリカ、どうか。あ、今日はどうにも売れ行きが悪くて。なんでも向こうの通りで新しく肉まん屋さんがオープンしたらしいんです。へえ、競合店ってやつか。私も呼び込みしてはいるんですけど、やっぱりあまりお客さんを集められなくて。仕方ないって。新しい店がオープンとなればその時ばっかりは客も流れちゃうよ。ですよね。やっほー、シリカ、店の調子を見に来たわよ。どう、リズか。お店の調子ですか。向こうに新しい肉まん屋がオープンしたんでしょ。知ってるわよ。なのであんまりこっちの肉まんが売れなくて。まあ普通はそうなるわよね。けどシリカの肉まんが美味しいのは間違いないし、きっと数日後にはいつも通りになるさ。甘い。そうやってあぐらをかいていた結果、新しい波に飲み込まれた人を何人も見てきたわ。ゲームの中のショップなのにそんなに厳しいのか。ゲームの中とか外とかは関係ないわ。利用する人は同じ人間だもの。確かに。リズさん、どうしたらいいでしょうか。そうね、ここは一つ体を張るしかないわ。シリカ、あんたにできる？体を張ること。体を張る？不安もあると思うけど、
私も協力するから。あ、わかりました。私、お客さんを呼ぶために頑張ります。よく言ったわ。早速準備するからついてきなさい。はい。何をするつもりなんだ。さあいらっしゃい。ジューシーで美味しい肉まんですよ。あの肉まんですよ。美味しい肉まんはいかがですか。カレーまんもありますよ。この装備、肌の露出が多すぎます。ほら、照れてる場合じゃないでしょ。もっと笑顔で呼び込み。肉まん、いかがですか。カレー、ほらほら、笑顔が硬い。あの、なんでバニー衣装なんだ。たまたまモンスターからドロップしたのよ。しかも連続で2つ。別に私が着る理由もないし、誰かにあげようと思ったままだったのよね。まさかこうして役に立つ日が来るとは思わなかったわ。さあシリカ、どんどんお客さんを引き寄せるわよ。はい。肉まんいかがですか。出来たてで、あったかで、ジューシーです。お、あの子たち可愛いな。肉まんのお店だって、買ってかない。すみません、一つください。ありがとうございます。お客さんが集まり始めたわ。この調子で頑張るわよ。はい、リズさん、やりましたね。完売です。しかも商売にはインパクトも大事ってことね。さすがリズさんです。ありがとうございました。やっぱお店っていうのは一人でやるには難しいことが多いのよ。私も新しく看板を作ったおかげで、より前向きな気持ちでいられるようになった。あんたとシリカ、二人には本当に感謝しているわ。出過ぎたことを言ったと思っていたから、そう思ってくれるなら嬉しいよ。私もリズさんに憧れてお店を始めましたけど、考えていた以上にいろいろ大変で、ですけど皆さんが支えてくれたから肉まんを売り続けることができるんです。そして肉まんを売ることでお客さんも笑顔になってくれる。お店というのは温かい気持ちが人から人へ連鎖していくものなんですね。人と人、信頼を築けば気持ちは伝わっていくのよ。なあ、店っていうのは単純にいい商品を売り買いするだけじゃないんだよな。そうですね。よーし、より多くの人に肉まんを食べてもらうよう頑張ります。ええ、一歩ずつ頑張りましょう。気持ちの連鎖、特にリズとシリカは今回のことでそれを強く感じたんじゃないかな。それこそ本当の姉妹のように強い気持ちを。この二人ならきっとその温かい気持ちを多くのプレイヤーに振りまいていけるはずだ。
よう、リズ、何しているんだ？あ、今シリカの店に顔を出そうかと思って。へえ、なら俺も付き合うよ。肉まん食べたいし。あんた、一日に一個は必ず食べてるんじゃない？もうすっかり常連だよ。シリカにとってはありがたい存在ね。それはそうと、顔を出す前にケーキ屋に寄っていい？もちろん構わないよ。買っていこうぜ。やっほー、シリカって、あれ、今日はもう店を閉めたみたいだな。あらら、残念。ま、繁盛しているならそれに越したことはないわ。じゃあシリカをメッセージで呼び出して、どこかで差し入れのケーキでも食べましょうよ。そうだな、座れる場所に行こう。初めて食べるけど、なかなかの味だわ。今度はシリカとも一緒に食べたいわね。シリカ、今素材集め中なんだって？みたいね。効率のいい素材集めのルートを見つけたってメッセージに書いてあったわ。まあ無理に呼びつけてもかわいそうだし、差し入れはまた改めて買ってきてあげましょう。そうだな。あの子も大したものね。こうしてちゃんとお店を回しているんだもの。お店経営の先輩として助けてあげるみたいに思ってたんだけどさ。それどころか、あの子とあんたにいろいろ助けてもらっちゃったわね。俺は別に大したことはしてないよ。何言ってんのよ。私はビギナーだっていう、すごく大きなことに気づかされたんだから。ということで、改めてありがとうね。うん、わかった。シリカもリズのために頑張っていたよな。そうなのよね。看板の素材集めの時、あの子パンツ丸出しで頑張ってくれたじゃない。うん。あ、いや、見てないけど。今のは確実に見た反応だったじゃない。まあその話は今度にしておいて、実はあの時ね、ちょっと泣きそうになっちゃったりしたりして。あんなにリズのことを思っていたんだもんな。なんでこの子はこんなにいい子なんだろうってね。だからね、シリカに思ってもらった分だけ、私もシリカに頼ってもらいたい。私にできることは限られてるかもしれないけどさ。リズは本当にシリカのことが好きなんだな。そりゃ自慢の妹だもの。これからも姉妹で支え合ってお店を切り盛りしていくわよ。ということで、今後とも二人のお店をよろしく。もちろん、これからも使わせてもらうよ。
やあシリカ、今日は肉まん屋は？こんにちは。今は NPC に店を頼んで、私は買い出し中です。確かにずっと店に張り付いているわけにもいかないもんな。あの、せっかくですからカフェでお話でもどうですか？なあ、俺は構わないよ。本当ですか？じゃあ早速行きましょう。このお茶すごく美味しいですね。お店でお茶を出すとすれば、何を素材にすればいいんだろう。森の泉で採れる葉っぱなら、いや、でも取ってくるのが大変そうだし。シリカ、今ちょっと考えてることが商人っぽかったぞ。もしかして癖になっちゃってるのかも。けど肉まん屋さんをやって本当に良かったって思います。うん、シリカの顔を見ていればわかるよ。何もないところから皆さんに協力してもらってお店を作って、本当に感謝です。リズも、シリカが店を持つって言った時嬉しかったんじゃないかな。お店を持つ仲間が増えたからでしょうか。それもあるだろうし、他にも。他ですか？きっとシリカの力になりたかったんじゃないかな。え？むしろ迷惑だって思われそうですけど。逆だよ、頼られることが嬉しかったと思うぜ。シリカのこと可愛い妹だってずっと言っていたし。私いつも冗談でリズさんのことをお姉さんみたいって言ったりするんですけど、実は本当にお姉さんだったらいいなって思うことがいっぱいあります。リズもきっとそう思っているよ。なんだかちょっとくすぐったい気持ちになりますね。私リズさんのこと大好きですし、ずっと仲良くしていきたいです。二人なら仲良くいられるはずだよ。ですけど、お互いに絶対負けられないって思うところもあるんです。負けられないところってお店の売り上げとか？それは秘密です。さあ、お店に戻って肉まんを補充しなきゃです。これからもうちの肉まんをご贔屓にしてくださいね。さてと、そろそろ町に戻って消耗品の補給でも。おい、誰だ？後ろ。リヒター、確か勉強があるからゲームはやめたんじゃ。黒の剣士、お前はここでもヒーローの真似事か。生ぬるい現実の空気に慣れ、鈍った腕で。何の話だ？忘れるな、俺はお前を逃がさない。いつか必ずお前との決着を果たす。お前は誰だ？おい、今のはきっと新川じゃない別人だ。別の何者かがリヒターのアバターで俺に接触してきたんだ。そしておそらく俺はその別人とどこかで会っている。次に会うのがいつどこでかは分からないが、
その時は何か大きなことが起きそうな、そんな気がする。